さて、8問、8ゲート立てました。で、ちょっと脇チェックで下に降りてきてますけど、もうちゃんとトラップに引っかかってますね。で、我が下上がちゃんと、始末してくれてるみたいです。で、アイテム、ドロップされたアイテムは下のホッパーに吸い込まれて、こちらのアイテムエレベーターに運ばれるということなんで、ちゃんと詰まってないね。よし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 。いい感じですね。いい感じですね。機能してますね、ちゃんと。で、しばらく放置してましたが、わずか20分足らずでもう85個も溜まってますね。たった8問でですよ。これ今5分の1しか終わってないんですけど、 20% の稼働率なんですけど、これ相当すごいですね、多分。これほど放置しとけば、あっという間にチェスト5個なんて溜まっちゃうね。まあ、金の延べ棒をね、にしていくんで、それはいいんですけど、ゾンビ肉がね、多分溜まりすぎてしまうっていう問題が発生するかもしれないですね。ちゃんとアイテムも動いてますし、今のところ順調ですね。で、あとはこっちの経験値トラップの方を使いたいんですけど、今やると上で作業をするときにゾンビピックマンに襲われる可能性があるので、ちょっとやめておきます。あと、ポーション台をね、ここに設置するのと、このネザーゲートがね、ちょっとかぶってるので、軸が。上と繋がっちゃってるんですね。なので、ちょっと向こう側に移動する予定です。今ちょっと不便なんでね。向こうのネザーでゲートに入ると、ここに繋がるんじゃなくて、上のゲートに繋がってしまうので、Y 軸がね、向こうの上なの、な分かな？多分。多分ですけど。それ壊せば、で、ネザーの方のゲートは放置しとかないとダメですね、あそこ。こっちの上のゲートと繋がってることになるので。ゾンビピックマンが入った途端にどっかに育成されるのかな、あそこ消すと。どうなんだろう。ね、ネザーの方の拠点の方に、ゾンビピックマンが行ってしまうことがある可能性があるので、それを消すためにちょっとネザーゲートを向こうに移すという感じですね。今のところは順調に動いております。これがフルゲートになった時ね、そのマックス効率になった場合、どれぐらいのね、あれが出るのかが、ちょっと楽しみですね。さて、今ね、10問経ったのかな、全部で。なので、4分の1終わりました。じゃあちょっと立てていきたいと思います。効率的にね、立てるために2問ずつ、全部で4問ずつか、4問ずつこんな風に一回一回降りなきゃいけないので、ねえ、これハートが2しか残らないので、飛び降りると23の高さなので、ゾンビピックマンが順調に湧いてますね。よし、黒曜石がね、まだ全部集まってないので、最後の6問ぐらいは立てられないと思いますけど、まだ。よし、まだあと3マス、あと3マス。よし、この近くにいると結構ラグくなりますね。それしょうがないですよ。このパーティクルがね、この渦巻き状のあれと変なポワーンって出てくるやつで、多分相当使わされるんでしょうね、あれを。コンピューターの性能を。よし、ちょっと回復するの忘れてた。これ飛び降りたら死ぬな、多分。じゃあいいや、とりあえず向こう側から、やっていきますか。よいしょ、これ一回一回ね、降りないといけないので、それがめんどくさかったんですけど、2問ずつ立てることによってちょっと効率が上がる感じ、少しだけ。降りる回数を減らせるってだけですね。よし、降りて登ってこないといけないの、また。よし、じゃあここから早送りで行こうかな。よし、でもそんなにね、立てるのはそんな難しくないので、時間はかかるパートは下のあのアイテムソーターとかの方が全然かかると思いますね。ソーティングシステムとか入れなければ、多分マルチプレイでもまあ立てようと思えば全然立てられると思いますが、サーバーのラグによってはちょっときつくなるかもしれないですね。パソコンの性能が、ギリチョンのスペックで遊んでる人は、かなりカクカクしたりするかもしれないですね。私もギリチョンっちゃギリチョンなんですけど。よいしょ。よし、じゃあ終わった。あとは飛び降りだけ。ヤッホー！
OK じゃあ、あと2つしか残らないけど、食べていきたいと思います。よし、これ間違えるとね、ほんとこれ壊すのがほんと大変なので、それだけですよね。よいしょ、さあ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 、こんな感じでね、2問ずつ、2問ずつ、よし、2問じゃない、4問ずつですね。それで上が入ってるないので削って、よし、このジャンプするとお腹がすくみたいですね。ジャンプしなければ別に全然ブロックを 何千個置こうとお腹はすかないみたいなんですけど、よし、 OK。 さあ、ちょっと回復しないとこのままだ死んでしまう。さあ、今ね、全部で8問立てたのかな、8問立てて、すでに湧いて、結構湧いてきてるね。順調にね、我がしもべが殺してくれてるんで、やってくれてますね。仕事してくれてます。ということでですね、これ、今、そうですね、今、全部で40問立てる予定なので、今、5分の1終了した感じですね。だからこの5倍枠ってことなんですけど、スケールで、まあ理論値ではね、まあ、実際は湧いたり湧かなかったりの期間があると思うんで、ね、もうちょっと遅くなったり結構来たりっていうのがあるかもしれないですけど、たった8問でこれってすごいな。もっとちっちゃくてもよかったのかもしれないですね。ただまあ頻繁にゾンピックマンが来てくれてるんで、見てて飽きないですで、ね、回収、アイテムの回収も今のところ何の問題もなくうまくいってるのかな、あれ。たまにね、金のナゲットが詰まるみたいで、ちょっと調整が必要なんですけど、下のアイテムエレベーターのね、ちょっと水源のあれが足りなかったので、位置をね、変える予定なんですけれども、それを直さないと金のナゲットだけね、ちょっとちっちゃい、ほら詰まってるね、やっぱね。ちょっとこれ変えますか。30個も詰まってるね。ちょっと見てみようか。上がるときと上がらない、今上がりましたね。あ、なるほど、ここさっきそういえば直してないんだよね。ちょっと待ってね。よいしょ、ここ水の流れがおかしいから、でもね、こうするとね、届かないんですよね。なので、ホッパーの位置を変えないといけないのかな、これだと。ちょっと見てみましょう。これだとね、スピードが足りないみたいで、ほら。あれ？今は行った。何なんだろう、ね、よくわかんないですよね。詰まるときと詰まんないときがあって。スピードが足りないんでしょうね、入射角度の。それは行ったの？行ってないの？多分ね、詰まってる。あ、行った。よくわかんないな、なんか行ったり行かなかったり。それやっぱり水がちゃんと流れてないとダメってことかな。肉はちゃんと行ってくれてますね。ふむ、あれは行ったのか行ってないのか、どっちなんだ。あ横にピヨンって出てきた。あれはもうここにないアイテムですね、多分。ああった、おかしいな。ちょっともうちょっと頑張って、ここ回収しないとダメですね。そのホッパーの位置を変えて、これ1マス向こうに全部ずらさないといけないんじゃないかな、これ。さて、6割ほど、今稼働率 65% ぐらいですね、多分ね。40問のうち24か25ゲート立てましたね。ということでですね、順調に今溜まってきているのと、この子たちはまだ全然ダメージを1回も多分食らってないんですが、一つ問題点があって
あのちっちゃい子供がたまに鶏に乗ってね降りてくるわけですよ。で子供ゾンビは死ぬんですけど鶏がここに残ってしまうというね、まあ別にいいんだけど、卵もね生まれたらあそこからピョンピョンって出るわけですよ、うん、まあいいけど、この人たち、この子たちね20マス以上動けないので多分ディスポーンしないんですよね。ここに永久にここがね羊で、あじゃなくて鶏でいっぱいになっちゃう可能性がありますね。それがどうしよう、どうしたもんかっていう感じ。たまにまあ開けて処理するのもいいけど、まあ、ちょっとめんどくさいですね。まあちょっと溶岩流すわけにもいかないので、この子たちがね食らっちゃうんでね、この子たちに当たないようにマグマを流す方法は多分ない。鶏だけ殺す方法って何かあるのかな。穴開けて小麦の種で呼び寄せて外に出す、そしたら殺しちゃった方が早い。見ていただいている通り、ゾンビピックマンはすごい勢いでね、稼働率 60% にかかわらずポン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 落ちてくるので、現状は非常に満足しております。で、ね、黒曜石が全部あそこの使っちゃったんで、もう一つあっちにね作ってあった、黒曜石製造マシーンをねちょっと拡大しておきました。改良した点はね、ここにブロックがあるとなかなか最初のブロック削ろうとしてここがね削れちゃったりするので、ここを開けてこういう風に削れるようにしたっていうのと、いちいちスイッチを押すのが面倒なんで、このこれ式にしました。触るだけで OK っていうね。でこっち側から削っていくって感じなんですけれども、ビーコンがないので効率5にしても結構時間がかかりますね、やっぱり。ビーコンをね作るために、まあ時間かかるって言ってもそこまでじゃないですけれども、効率4より効率5の方が全然早いですね。なんか後ろの方で嫌な音がするけど、まあしょうがない、誰か歩いてますね多分近くを。ビーコンをねいろんなところに設置したいんですけど、ウィザースケルトンをね倒さないといけないんですよ。ネザーにいるスケルトンなんですけど、まあ、前借りましたよね。もっと効率的にやりたいんですけど、ネザーにファームね、その経験値、ネザースケルトンファームを作るのはコストパフォーマンスがすごい悪いので、時間だけかかるっていうね、空中作業が続くっていうのと、でなかなかやっぱり時間対効果がね、そのウィザースケルトンだけ沸かせるっていうことができないので、彼らは小さいわけではなくて大きいのでね、逆にスペースを取る形になってブレイズとかも相手にしなきゃいけないので、まあ効率3の件でこの間やったみたいに、ピースフルとさ、難易度をコロコロ変えたりしながらリスポーンを待って貯めるっていうのは多分一番効率がいいと思うんですよ。マルチだったらね、何人かでちょっとハーフブロックを至る所に置いて、リスポーンをコントロールね、スポーンコントロールをして、ね、ピストン駆動の何かを作るっていうのもいいかもしれないですけど、とてもじゃないけど一人でそれやるとね、この日じゃないんですよ。全部ね、ネザーのお城を削って湧く場所確保して落ちるようにしてみたいなね、すごい時間がかかると思います。下に地面がないので、下から建設するにしても時間がかかるし、上からやるにしても時間がかかるしっていうね。ってことで多分それは作らないかな。オフカメラでね、またウィザースケルトンの多分頭蓋骨をゲットしに行くと思いますけれども、で今は幸運がついた、幸運じゃないや、ルーティングがついた剣があるんで、まあそれはそれで、まあそんなに時間かかんないんじゃないかなと思いたい。よしってことで、またここでねちょっと貯めて、このマシンは残すことにします。また黒曜石ね、ネザーゲートが移動手段の一つ、メインの移動手段の一つになってるんで、それのねよく使うということもあってですね、ここに一つ残しておくっていうのと、40個ゲートをねそこに設置しますけど、
もしくは余裕があればもう2階層分にしてどれぐらい湧くのか、ラグくなるからやりたくないんですけど、あんまり。あと黒曜石ね、やっぱり結構時間がかかるので、うん、そうね、そんな感じかな。ここにいてもちゃんと湧いてはくれてるんで、まあここで貯めながらね。私がやりたかったのはちょっとここにポーション台をまた設置して、まあ倒すっていうのが一つと、ここで経験値ファームね、使うっていうのね、ということと、あとここがね、ちょっと上のポータルとシンクロしちゃってダメだったので、ちょっと遠くに離さなきゃいけなくなっちゃったんですね。で、このエンプティスペースを使って、そこで取れるね、あの金の塊用でね、ポーションの材料になるんで、ここにスイカ農場を結構でかいのを建てようかなと思ってるんですよ。もうメインのね、この世界のメインのスイカ供給源として ある感じだな。ここも結構もうメインの施設になると思うので、よく来る場所ね。あそこでやったように、あのなんかインジケーターがついた、タワーを立てて、スイカをバンバン貯めていくっていう感じ。まあそんなにいらないんですけどちっちゃいやつでもいいんだけど、あそこにスケルトンにあったようなね、あんなの置いといても多分つまんないので、1個しかないので。あれでもね、あのもうすでに2スタックぐらい溜まってるんで、もう自分仕様はもう全く問題ないですね。全く問題ない。ということで、とりあえずポーション台を立てるっていうのと、もうちょっと今度はね、フロートマチックのやつちょっと考えてみようかなと思って。あれはボタン式で、まあオンザゴーだったじゃないですか。なんていうのかな、あのボタンを押せば出てくるみたいなね。もう常に作り続けておいて、っていうのをちょっと考えてくるので、それをやるっていうのが一つですね。ということで、ちょっとここで一回切って、何からやろうか。ポーション台作って経験値ファームを稼働させる。とりあえずここに貯めて、そうすると、ここにあれも必要ですね。貯めるやつ、改造するっていうかね、エンチャントテーブルも必要。エンチャントテーブルも必要になりますね。必要とあればこっち伸ばしますけど、どうしようかな。エンチャントテーブル、ここにエンチャントテーブル、ポーション台、それともポーション台、エンチャントテーブル。ちょっとここには収まりきらないですね。とりあえずエンチャントテーブルだけは、あの何もギミックを入れないで、とりあえず置いておくかな。どうしよう。ちょっと考えます。ちゅうことで、まあ今のところ順調にいってますね。何のミスもなく。それは良かった点ですね。あと木をたくさん切って、トラップドアをね、さらに追加しないといけないっていうのがあります。じゃあもうちょっと作業させてください。一回切ります。さて、やっと終わった。いや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 、長いプロセスでしたけれども、村人のね、攻撃センターに比べると若干楽だったんじゃないかなと思います。全部で40門、 23×23 の大きいゲートを40個設置しました。結構ね、大変かなと思ったらですね、上の作業は非常に楽なんですよ。ただゲートを作って火つけるだけなので、ライトつけたりライト消したりすることもなくね。ってことで、まあお見せしようかなと思います。どれぐらいいるかっていうとね、結構湧きますね、やっぱり。どうでしょう、ちょっと計測はしてないんですけれども、あんまりまだ使ってないんですが、経験値ファーム使うと、そのゾンビピックマンが一瞬で多くなりすぎて、あとね、ジャンプするおかげでラグくなるんですよね。なのでちょっと経験値用としてあんまり使いたくないんですけれども、あそこのゴーレム3人衆がね、我がしもべがもう瞬殺していくので、オートキリングシステムということでね、順調に稼働しております。で、アイテムソーターとアイテムのね、エレベーターをつけて、ソーティングしてるんですけれども、2時間ほどね、私が作業してる間に稼働してるだけでもう半分チェストが埋まってしまいました。ビッグチェスト、大きいチェストがね。なので、もうこれすぐですね、多分。で、どうやらゴーレム君が倒すと金の延べ棒のドロップ、レアドロップはないみたいですね。見てると、金の剣とかも落としてる素振りがないので、今見てるとね、肉と
金のあのかけらしかないので、多分プレイヤーが殺さないと出ないってことなんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、まあ、オートキリングシステムをオンにしてますが、経験値の方も使ってみようか、ちょっとラグくなりますけど、多分ね、やっぱりゲートは問題なんですよね。あのパーティクルもあるし、ネザーゲートからゾンビピックマンが出てくるわけなんで、一度に同時にね、複数のゾンビピック、今見ていただいてるよりも、バババババ出てくるわけで、それがまあ、ラグを引き起こしてるのかなと思います。マルチプレイでもし作ってみたいという人がいるんであれば、ちょっと気をつけた方がいいかもしれません。この近くにいるとすごいラグくなるんでね、誰かの家で乗っ取られに行ったりするとえらい迷惑だと思いますんで、このゲートでね、オーバーワールドに作る場合はちょっと気をつけた方がいいかなと思います。私は別にね、ここにいなければラグくないかなと思いますんで、別に気にしないですけど、見ていただいてる通り、もうかなりの率で湧いてくれるんで、これでもう金の心配はないですね。ちょっとね、あそこでポーションのね、オートマチックのやつを考えていたら、もう経験値のやつもすごいことになってたんでね、経験値のやつっていうか、ここね、ここになんかゾンビがブレーっていうのがもう吹き出さんばかりの勢いだったので、ちょっとそっち稼働してみましょうか。じゃあここに書いてある通り、パワーをオフにするとオートモード、今オフですね。で、オンにすると XP モードになってますが、よいしょ。で、そうすると水路が変わってみんなこっち側に流れてきてます。水路が流れるシステムはね、村人の交易センターを XBOX 版でやった時に、作った時にね、使用したラグイン、やっぱり、使用したね、回路切り替えを使っていますが、それよりもうちょっとシンプルにしたつもりです。水のね、ディスペンサーで水を流そうとしてたんですけど、計画はね、ディスペンサーのコントロールがうまくいかなくてですね、真ん中に水源ができてしまったりする問題がなかなか回収できなくて、めんどくさいからもうピストにしようということで、多分ディレイとかをね、うまく使えばできるんじゃないかなと思いますけれども、今回はピストンでやらせていただきました。同時にね、壁を出すと同じく、して、壁が開いて奥の水源から水が出てくると。で、レバーを切り替えると今度右のに穴が出現してね、右側を止めてゴーレムのいる部屋の方に連れていくという、まあ、単純なシステムでございます。キリングシステムとしてはこれはどうなんだろう、私動画で見たことないですね、ゴーレム使ってるのは。多分世界初わかんないけど、誰かやってる人がいるかもしれないですけどね。このアイディア自体はね、私ドクさんっていうね、 DOC ドクさんでいいのかな、ドクさんっていうね、ドクムさんかな、わかんないけど、結構有名な方が、やってたのを拝見して、作ってみようかなと思ったんですけれども、このキリングシステムは落下式をね、皆さん採用している人が多い中、コンパクトにできたんじゃないかなとは思います。ただこの経験値の方がね、ちょっとどうも、ちょっとタイミングもね、まだ今測って途中なので、死人が出るっていうね。で、このフライングミニチュアゾンビがね、なかなかうざったらしくて、これはもうラグの原因なんじゃないですかね。これゾンビがね、100匹とかたまるともうすごいですよ。もうこのちっちゃいゾンビがもう四方八方飛び散ってえらいことになってるんで、まあそうですね。ということで、ポーションをね、オートでもうボタンを押したりするのめんどくさいので、もう自動で作ってもらうシステムを今考えてるんですけど、なかなかね、コンパクトにしなくてもいいかな。ポーション台3つ設置して、徐々に流れてくるような感じにね、すれば楽だと思うんですけど、このホッパーをね、つけると勝手に吸い出してしまうので、そこの調整がね、やっぱ私うまくできなくて、今ちょっと奮闘中でございます。形になったらね、また動画でお知らせしようかなと思いますけれども、ポーションがない、ポーションがないのね。で、ちょっと手動で作ります。あ、この水はいいんだっけ、水は勝手に入れてくれるんだよね。 OKOK。 ゾンビと同じく
回復アイテム、回復のポーションを投げつけるとゾンビくんはダメージを食らうシステムなので、ネザーオートっていうそのなんかイボイボの これですね、今ちょっとここで臨時で植えてますけど、これもなんか農場を作れるんですかね。あんまりいらないと思うんですけど、作ったことないんで作ってみましょうか。キノコと同じような感じだと思ったら、日の光の中でもちゃんと育つんですね。前はネザーじゃないと育たなかったんですけど、ラグラグラグね、あのフライングゾンビのせいでね、すごいラグくなるんですよ。あれどうやって止めるんだろう。あら、あ、そっか、今俺オンにしてるんだよね。ダメージをね、均等にするために、こうやってやってますけど、これしっかり下に下ろすと多分すごいラグくなると思いますよ、これ。よいしょ、ふぅすごいジャンプしてる。喋ってる間にめっちゃ倒れましたね。じゃあポーションを作るまでちょっとカットして、ポーションで皆殺しにして今回はお別れしようかな。よし、ネザーボーとキラメクスイカ、続々と上から降ってくるからね。さあ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 、早くポーションできてくれないともうパソコンクラッシュするよ、このあと。よし、じゃあまだね、どれぐらいの長さを必要かっていうのは測ってないので、一回こいつを上にいない?上に何人かいるね、まだ。そいつ降りてきたら、よし、一回閉じる。で、みんな整列してもらって、で、このちっこいゾンビはね、すごいぴょんぴょん飛び跳ねるんですよね。で、これを押して、よいしょ。あれ?ラグでボタン押せない。で、これでダメージを与えて、多分死んじゃうと思います、何人か。ダメージが均等になってないみたいな。わ、死にましたね、かなり。で、これを投げた瞬間に変える。やっほー、何も見えない。何も見えない。オーブだらけで何も見えない。よいしょ。すごいな、また。バンバン投げつけてやろうか、もう。しかしすごいな、これ。どんだけいるね、ゾンビピックマン。我がしもべがね、めちゃめちゃ頑張ってますね、下で。フル活動中でございます。あ、さあ、じゃあ、ということでね、まあ、アイテムも順調に、溜まってきております。これはきらめくスイカが主食となる日も近いですね。ということで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。どうも、しょうやです。同じ動画の中で2回どうもを言うことになりますけど、まあ、お許しください。今見ていただいているのは全く同じワールドなんですけど、何が違うかというと、水がきれい、とてもきれいというのもですね、今見ていただいているシリーズの動画は、全てため撮りなんでね、2014年の7月頃に撮ったものになります。それを編集してね、ちょびちょび上げてるんですけども、今回はね、ちょっと日本に帰ってきて、一時的にというか、まあしばらくいますけれどもね、パソコンを新調したためにですね、まあ、こんな綺麗な世界で遊ぶことができるようになりましたということでね、ちょっとお見せしたいと思って、この本当はね、もっといっぱい作ってるものがあるのであまりお見せできないんですけどネタバレになっちゃうんで、この下とかちょっと見なかったことにしてくださいでね、影モッドと水モッドっていうのを入れたおかげでですね、プレイヤーのね、影がこういう風にね映るようになったということなんですけれども、どこのボタンを押すんだろう。私コントローラーでいつもプレイしてるんで、ちょっと残念なのはね、このガラスがわけわかんない状態になってるっていうのと、読み込みに失敗するとね、なんかこうやってモンスターが緑色になっちゃうっていうモンスターとかね、モブが、それはちょっとよくわかんない。まだこの 1.8 バージョンに適応してきれてないのかもしれないですし、あとちょっと新しいのが経験値ボールをポコポコ落とすので、ここに立ってるだけでね、向こうがいらなかったやんっていう感じですね。うん、緑色のゾンビピックマンと緑色のあれですけど、ちゅうことでですね、まあラグもなく遊べてますね。今どんな感じかっていうと、まあそうですね、まあ、40-50fps ぐらいは出てるので、まあまあプレイには支障、この辺りにいてもね
支障はないかなと思います。ということでですね、まあこの世界、この綺麗な世界でプレイをお見せするのは相当しばらく後になるので、お許しいただければなと思います。夕日も綺麗ですね。この水がいいですねということでですね、まあこの世界で遊ぶのはしばらく先になりますけれども、シリーズの方よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。